さてと、設置ができました。一応1.2リットル入れてます。ここに時計を置いてるから。スタート。7.71アンペアか。DC、AC の交流で。125ボルトで取る。125ボルトで7.7アンペア。すごいな。どうやって。うん、電流計の方は今度ゆっくり調べようか。今することじゃないね。うん、98ボルト、7.75、40ワット消費。うん。うんうんうん、電圧がえらいちょっと落ちたな。99。うん、電圧計の表示はおかしくない。電流計にちょっと誤差があるんだな、これ。
ちょっとで開くかな。これは途中で止まることになってる。もうちょっとで沸くね。はい、終わった。116ワット消費しましたということやね。